最初に言っておく、俺はかなりトランスフォーマーに疎い。はい、こんにちは、兄です。今日はですね、クレオのトランスフォーマーのミニフィグを開けていきたいと思います。中身はですね、レゴのミニフィグにすごいよく似てるんですけども、まあレゴではないっていう感じですね。で、まあここに書いてあるクレオっていうのが、まあ、ブランド名です。日本での販売展開は、まあ、他のトランスフォーマーのおもちゃと同様にタカラトミーがやっているんですけども、販売場所がですね、トイザらスのみに限定されてました。ただですね、数日前にビッグカメラに行った時に、クレオのね、箱のタイプのものは何点か置いてあったので、もしかしたら映画に合わせてこのクレオっていうブロックのおもちゃの方も一般店舗販売が始まるのかもしれないです。ちょっとね、そこら辺はちゃんとした情報を知らないので確かとは言えないんですけども、ただまあビッグカメラに売っていたっていうのは間違いないです。ではね、この商品ちょっと見ていきましょう。マイクロチェンジャーズっていう、まあ、名前がついていて、まあ、いわゆるそのブラインド系の、まあ、パッケージになってますね。ここに書いてある全12種類が、まあ、ラインナップです。でですね、残念なことにトランスフォーマーのことが全然わからないので、この名前とかがね、ちゃんと読めないんですよね。でここにシールが貼ってあるんですけども、要は海外版パッケージにこの日本語シールを貼って、まあ、販売しているような形なんですね。だからここに書いてある言葉とかはもう全部そのまま英語で、まあ、読めるものもあるんですけど読めないものもあります。オートボットスプリンガーとかインフェルノっていうのはまあ普通に読めるんですけど、なんだろう、読めないのはこれ、わかんないな。シングブラストオフとか、この辺は普通に英語で読んでいけばいいんですけど、エアーチャイ、あー、わかんないな、なんか雲みたいなやつ。こんなね、動画作っていながら申し訳ないんですけども、トランスフォーマーに詳しい人、コメント欄でね、いろいろ教えていただけるとありがたいです。ちょっとね、これを機にね、いろいろ知りたいなっていうのがあって、まあね、勉強しようかななんてね、思ってます。子供の時に、ね、トランスフォーマー見ていたので、まあ、主要なキャラクターとか、あとちょっとね、特徴のあるキャラクターとかは覚えてはいるんですけど、ちょっとね、この辺に書いてあるような人たちをね、わかんないですね。知ってるのはコンボイ、メガトロン、デストロン、あとスタースクリーム、サンドウェーブとか、そこら辺ですかね。本当にちょろっとしか知らないです。今日は6袋買ってきているので、そのうちね、3袋開けていきましょう。ちょっとね、こういうの久しぶりなのでドキドキしますね。いきますよ、何が出るかな。まずはこれ、紙物から見ていきましょうか。あ、もうこれで何が入ってるのか分かっちゃった。なるほど、紙で分かるんだ。シングってやつかな。なんか黄色い車みたいなやつですね。説明書だ。じゃあ中身ね、出しちゃいましょう。はい、はい、こんな感じです。組み立ててみましょう。シングできました。結構ね、かわいいですね。余剰パーツがタイヤ2個と、あとこのなんだかよくわかんないやつですね。これが余剰です。これがトランスフォームするので、その時にね、これちょっと使いそうですね。意外といいな、やっぱり。クレオのミニフィグは、以前メガトロンのカスタムなんとかっていうのは開けてるんですけども、それでね、いいのは分かってるんですけど、改めてこうやって見ると、やっぱり可愛くていいですね。ちょっとビークルモード行ってみます。トランスフォーム。はい、トランスフォームできました。これね、すごいですね。トランスフォームの仕方が、こうなんですよ。手にタイヤを持たせて、こう寝そべった感じ。で、武器みたいなやつが、こうちょっとね、この辺にくっつけることによって、こうちょっと車から火がバーって出てるような感じ。ある意味ね、究極トランスフォームな感じがしますね。これに関してはですね、好き嫌いすっごい分かれると思います。僕はですね、この変形なんて到底できない、こんなミニフィグが、無理やりながらも、車っぽい形になるっていう。で、あと、ね、
頑張ってその想像して車で見よう見ようと思うと見えるっていうこのね無理やり感がねたまらなく好きですね。こういうのがね受け付けられない人は多分ダメだと思います。あとねそのロボットの時に余剰が出てしまっていてトランスフォームした時にそれをくっつけるっていうのも好き嫌いね分かれるところであると思うんですけども、僕はねこれいいですよ。いやなんかね楽しくなってきた。それでは楽しくなってきたところで2袋目いきましょう。2袋目、これはもうあのね中袋バーンと出しましょう。バーンと、はい、やっちまいましたねいきなりかぶりかー、きたなー、やっぱりねかぶりでしたね。一応なんとなくお礼トランスフォーム状態です。いやーまあいきなりかぶるっていうのもね僕っぽいっちゃ僕っぽいかなただ2個あってもビークルモードとあと普通のロボットモードっていうのかな、まあその2つ並べておけるんで全然ねそれはそれでなんか嬉しいですね。あとやっぱり可愛いんで何個あってもね別にいいような気がするので、まあ2、3個被るぐらいは許せる範囲かなっていう感じですかね。まあちょっとね5個も6個もあっても困るんですけど、じゃあ今日最後の3個目いきましょう。さすがにね違うの欲しいですよね。せーの、はい、お、違う、なんだろうこれ、紫色ブラストオフっていうのが出ましたね。なんだろうこれ、なんかトランスフォームした感じは潜水艦みたいな感じなのかなこれ。じゃあね早速組んでみます。はい、できました。これもねかっこいい。背中がねなんかこうちょっとカメさんみたいな感じですね。銃の作りが結構面白くて3つのパーツからできてるんですよね。でこの台座みたいな部分とあとこの先の部分とこの後ろの三角の部分、この3つでできてます。でこの三角の部分は実はこれと一緒。これはね、面白いですね。じゃあトランスフォームね、ちょっとしてみます。トランスフォーム。はい、できました。これってもしかして、スペースシャトルみたいな感じなのかな？なんか頭がつるっとこう丸くなってて、で、ここにこう羽がついて、この部分がこう、尾翼っていうんですかね。なんかこう飛行機の後ろみたいな感じになって、で足の裏の部分になんかこうちょっと噴射口みたいなのがついてますね。こういう感じですかね。一応銃の先っぽのこれが余剰で余っちゃったんですけども、まあ別にどっかにつければどこにつけよう、まあどこでもいいんだけど、別にこれはこれでどうとでもできるかなっていう感じですね。で相変わらずのこういう感じですね横に寝っ転がっただけなんですけど、でもそれでもこの雰囲気作れるってすごいですね。いやーいいなー、楽しい。今回3袋開けてブラストオフとあとシングでいいのかなが2つ出ました。次はですね残りの3つを開けたいと思いますので楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。